こんにちは。西アクラソ村の山根です。いつもご視聴ありがとうございます。またね、福島宮城にね、大きな地震が来ましたね。震度6強ということでね、先ほどネットのニュースを見たんですけどね、かなりの揺れでしたね。皆さんね、本当に大丈夫でしょうかね。心配なんですが、それと同時にですね、僕が思ったことはですね、今、この西アクラソ村はね、 地震が来てない、まあ、平和な状態なんですが、ここでね、今、何も起きてない時に、やっぱり水であったりね、食料品っていうものを備蓄しておかないと、いざ地震が起きたっていう時にはね、もう手遅れなんでね、今からできる、自分ができる準備をね、しておいてほしいなと思っています。まだ南海トラック風地震なんかもね、この高い確率で来ると言われてますんでね、 皆さんね、気をつけて欲しいなと思っています。日頃からの備えがね、すごく重要になってきますので、お互いにね、そういうところに意識を置いておきたいですね。ま、またね、この、福島宮城の方ね、ご無事であることを願って、今日はね、放送いたしました。またね、 放送したいと思いますでは失礼します